イーストシティか。久しぶりに来たね、兄さん。ま、呼び出されてもしなきゃ、特に来る理由もないしな。大佐から直々に呼び出されるっていうのも珍しいよね。やっぱりオールの件かな。ちょっと派手にやっちまったしな。ちょっとどころか、かなり派手だったよ、兄さん。ま、詳しい話は東方司令部についてからだな。したんだ。これは軍の車か。あれ、あの人。この爆発騒ぎに見向きもしないってか。怪しいな。もしかしてあの人が。可能性はあるな。あら、あいつを追うぞ。あ？なんだお前ら。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、こっちに怪しい男が来なかった？怪しい男？俺たちは忙しいんだ。遊ぶなら他の場所に行って遊べ。右目に眼帯をした人を探してるんです。多分こっちの方に来てると思うんですけど。そいつ、軍の車を爆破した犯人かもしれねえんだよ。こいつらバルドを追ってきたのか。え、なんだって。よく聞こえないんだけど。かわいそうに。余計なことに首を突っ込んだばかりにな。兄さん、この人たち武器を。さっきの爆発といい、こいつらといい、イーストシティも随分物騒な街になったもんだな。お前らをこのまま行かせるわけにはいかない。悪く思うなよ、小僧。こいつら誰だ？急に襲ってきやがって。眼帯をした人の仲間かもね。この人たち、このままでいいの？ま、当分は気絶してるだろう。それより、あの男を探そうぜ。まだきっとこの辺にいるはずだ。お、アル、ちょっとこれ見てみろよ。マンホール？中は下水道みたいだね。ここに逃げ込んだのかな。可能性はあるな。とりあえず降りてみようぜ。今ならまだ追いつけるかもしれない。うん。ドブくせえな。やっぱり湿気が多いな。後でちゃんと手入れしなくちゃ。体が錆びちゃうの。心配すんな。そん時は俺が鎧の隅々まで磨いてや。 おい、アル、あそこ。やつめ、やっぱここにいやがったな。おぞ。
いつだ。立ち上がれ。ちょっと待ってよ兄さん、この急な流れじゃ向こうに渡るのは無理だよ。じゃああいつはどうやって渡ったんだ。それは分からないけど、橋に連成できそうなものも見当たらないね。しょうがねえ、一旦戻って別の道を探すぞ。関係者以外立ち入り禁止って書いてあるよ。ってことは俺は入ってもいいんだな。見てよ兄さん、あそこに水門があるよ。結構でかい水門だな。なあアル、あの水門を全部下ろせば。そうだよ兄さん、水の流れが止まってさっきの場所が通れるようになるんじゃない。だったらあとはどうすりゃあの水門を下ろせるかもな。なんだ貴様ら、どこから入ってきやがった。どうやってここまで来たんだ。お、ちょうどいい時に。まあおっさん、あの水門どうやったら下ろせるんだ。ふざけてんじゃねえ、ガキだからって容赦しねえぞ。装置みたいだよ。どれどれ。このレバーかな。しゅう、お前らの好きにさせて邪魔か。先生で直せそうか。これは無理だね。いくつか部品が落ちて流れちゃったみたいだし。そっか、じゃ仕方ねえな。やっぱここは俺の出番か。え、兄さん一体何を。おっし、成功。いやさすがは俺だな。成功じゃないよ。そんなことしてもしも水門ごと壊しちゃったらどうする気だったの。いやほらあれだ、でも水門はちゃんと降りただろ。そういう問題じゃないでしょう。いつも兄さんは無茶というか無謀というか慎重さに欠けるっていうか。そうじゃなくて、まあさっきの場所もこれで通れるようになってるはずだし、万事オッケーってことでな。ほら急ぐぞアル、早くしないとあいつが逃げちまうぞ。あ、ちょ兄さん、だっこもう。